はい、どうも、沢田信也です。はい、野村です。今回は、ストラバ、はい、ストラバガンツァーという漫画の話をしましょう。はい。まあ、これ、富谷明人さんですね。正直僕はこの漫画以外でこの人の漫画知らないんですけど。あ、そうなんですね。なんか中村さんは前から興味があった、思い入れが強いという話で。そうですね。僕の好きな絵が上手い人。で、話はね、結構独特な話が多くて、まあ、うん、割とその女性の強さみたいな、したたかさみたいなのを描いた話が割と多いのと、うん、あとなんかね、もう一個ね、短編集みたいなので、なんか、キスをすると、相手の女性をメロメロにできる男みたいな話があって、でもそいつ自体はすごい硬派なやつなんで、みたいな話があって、それの短編も面白かったんですけどね。ね、柔らかい女やったかな、短編集。あと、もう一個はその、老齢感、健在ナリアっていうなんか、古風な建物を、どうにかして残したいみたいな感じの話で、やっぱね、女性が活躍する漫画が多いんですよ、この人。うん、で、女性の表現すげえ、うまいじゃないですか。うま、ん、い。なんで、女性らしさというか。肉感溢れる感じで書いてますけどね。そうそうそう、肉感、そうそうそう。あれだったら胸とか出ますけどね。うん、もうそういう意味ですごい好きだったんですよ。うん、で、結構硬派な感じの、話が始まったなと思って、追っかけてたんですけど、終わったっぽいんですよね、どうもね。終わったでしょう、これは。終わったんですね。終わったんですよね。うん、ちょっとそれが、もったいないというか、もうちょっとやれようがあったのになっていう気がするんですけどね。なんかね、一巻が出た時に結構ツイッターでも話題というほどでもないけど、結構見てて、うん。なんか、で、フォロワーさんにもなんか、買った人がいて面白いっていう話は聞いてたんで。で、それで僕買ったんですけど、一巻を。で、その導入の部分が、その、なんて言うんですかね。急になんか自分の知らないというか、思いがけないなんか外敵に、から人間が命をさらされるっていう話から始まるじゃないですか。はいはいはい。それが結構ネット上でもなんか、進撃の巨人のパクリやって言われてて。全然ちゃうやんって思ったんですけど。そんな、こんなん普通にある話でしょ。そうそう。それをパクリと言ってしまったら。大ダサいな、それ。でも、ちょうど、なんか、進撃の巨人がブームになってき始めてたののタイミングやったから、はぁ。言った外壁の外に、なんか、人類の天敵がいるみたいなところが、なんか、乗っかったと思われたんやなって思って。それ。でも、なんか、損してんだと思いましたけど。うわぁ、そんな言われんのね、もう今。もう最近はほんま早いっすね、そういうこと言われ方がなんか。だいぶひどいな、それ。だって普通やん、テーマとしてはそんなんって思うけど。で、まあ、言ったら、その、なんか、ウンバでしたっけ。ウンバね。この、猿みたいなやつ、ね。そうそうそう。オラウータンみたいな、でっかいオラウータンみたいな感じのやつが、なんかすげえ人を襲うんですけど、一、はいはい、匹倒すのにごっつい大変やっていう感じの、うんうんうん、ね、外敵から人類が命さら、人類というかまあそこにいる村なんですけど。そうね、うん、王国一個の話だったもんね、この時点では。僕はその、なぜその猿が大量発生して凶暴になったのかっていうネタがバレた時にちょっとテンション下がったんですよ。うん、白と、ゴルモア？ゴルモアやったっけ？まあ、黒幕が暴かれた時に。そうですね。そう。俺でも暴かれた時自体は、まあまあ、よくあるというか、そんなもんかなと思ってたけど、その、結局最終決戦の時に二人ともポンポンと終わっちゃったじゃないですか。そう、なんかね。見つけちゃったじゃないですか。その、物語の途中まで、その黒幕が暴かれるまでは、うん、まあ人類が勝ち得ない、相手に対してどうやって戦っていくのか、みたいなところが結構面白みがあったんですけど、うんうん、なんか黒幕が暴かれて以降が、なんか歴史漫画みたいに、すげえなんかこう、淡白に史実を描いてるような感じで進んでいくじゃないですか、なんか。僕はでも、この戦い自体は、その、ファンタジー独特のさ、巨人だったり、水の中の種族だったりとかが、それぞれの持ち場で戦ってたじゃない、連携とって。うん、かつやったことないけどっていうのも含めて、うん、その戦い方はすごい好きで面白かったんで、このノリは持ってやってほしいなと思ったら、うん、結局この戦闘だけでその問題の黒幕のゴルモアと敵の大将の白が両方片付いて、
あれとか思って、これどっちかだけでも生きてたらさ、うん、まだ全然、一回地下に潜ってみたいな話、地下にっていうか一回また勢力蓄えてっていうかいう話がで、いくらでもできたのにと思うと、むっちゃもったいないなと思って。なんかすげえ淡白になっていったよね。なんかそういう戦争があったとさ、みたいな感じでこう終わって。うん、そうそう。で、また、その、ハゲの方。白。うん、側の、まあ、人種たちも、オルグ側でした。戦う理由がごつい単純じゃないですか、なんか。ああ、そうだね。そっから先どうしようっていうのも何もないまま、ただ単に殺すみたいな。そうそう、ほんまに単に暴力の脅威がさらされ、迫ってくるから戦うくらいな。ほんまサイヤ人が急に攻めてくるみたいな感じで、うん、なんかすごいシンプルやって、なんか意外となんかほんま淡白やなと思って。もったいない。あ、なんか、ゴルモアもなんか、興味だけやったな、うん。その暴走させた理由とかも。うん、なんかもうちょっと深い。そうそうそう。ね、なんか深い理由そんなないみたいな感じやって。試したかっただけみたいな。なんか、どう暴力がどうなるのか見てみたかっただけみたいな、そんな感じだったんで。もう非常にもったいないなとか思って。言ったらある種、めっちゃシンプルで単純なアホやけど、こっち力を持ったやつと、うん、まあその力を、ちょっと、なんか、入れ知恵して、うまく操作できるやつが、興味本位で戦争仕掛けたらどうなんねんってなった時に、普通に生きてるこっち側としてはめっちゃ困るっていう話で、で、それでめっちゃこっち側はほんまいろんな種族と結託して頑張るっていうだけの話じゃないですか、なんか、うん。そう。そこでね、終わっちゃったなっていう感じ。なんかそっからもう一段落あれば、なんか、せっかく組んだ連合がとか含めて、いろいろあればよかったのに。そういう、戦機とかなんかそういう感じはないよね、なんか。すごい、ものすごい迷惑に対して、なんかみんなで頑張ったっていう感じしかなくて。代償もすごい大きいし、なんかこっち側の。なんかそう、今最終巻というか6巻読んでて思ったのが、そこで終わりやったとしたら、この先にさ、なんかその後の顛末で結構2話ぐらいあるじゃない、うん、うん。その、2話ぐらいなのかな、これわからんけど、その、偵察隊を組んだとかさ、うん、結婚の話題だとかさ、うん、なんか、これが逆にすごい脱足な気がしたんやけど、もう一回平和が訪れましたよ、みたいな。で、一応、これ7巻に続くって書いてるってことは、7巻があって、7巻がその、今連載してるのがあれなんでしょ、外伝みたいな感じだよね、一応ね。番外編って。ね、番外編みたいな感じだ。お前7巻に続くって書いてあるな。まだ終わってないってことなの？番外編行って、もうちょいやるんやろって俺は思ってたんよ。だから今回あの、これをネタにしようって言った時に終わったやんって言われた時に、え、終わったっていう。そういうことなのかな。これで終わりなんっていう気がしてて。番外編が終わった後にまた新たな話が始まんねやろか。なんか、まあ、人気がどうかとかも多分関係はすると思うけど、俺はそうだとばっかり思ってたんで、まあ、多分終わってもおかしくはないじゃないんだよね。綺麗にまとまってるっちゃまとまってるんで、うん、逆にこっからやると打足やわって言われかねないっていうか。実際だって、これ以上の脅威、どうすんのって思うけど、なんか、敵だから、そう、伏線とネタをそっち側に残してないから、もう完全に新たなとか、完全に後から作り出したよねっていうような見せ方って、あんまこの人やらなさそうな気がしてるんで、そういうのはなんか、終わったって言われても、あ、そうなんや、っていう気がしちゃう。というね、もったいない感じが。ほんま単純にこう迷惑やなとしか思わなかったな、これ。うん、迷惑、めっちゃ迷惑。なんかヤンキーに絡まれた一般人みたいな感じです。そうやな。ほんま迷惑。本当理不尽な暴力やからな、向こう側として。死ぬ時めっちゃ死んでいくし、なんか。あ、そう、割とあっさりよね、この人。最終決戦もなんか容赦なくなんか精鋭たちが、なんかワンパンで死んだするからさ。うん、なんか迷惑、ほんま極まりないよな、この敵。なんだろうなぁ。カタルシスがないんですよね、なんか。ただただ悲しいだけなんですよ、なんか。これ。なんか。一個一個のね、エピソードとか、表現とかすごい好きやねんけど、グッとくるシーンとかも結構あるし。まあでも、うん、絵はすごい好きなんですけどね。うん、あの、そう、肉感的な絵もしかり、このおっさんとかの絵もしかり、動きもすごい気持ちいいんで。そうね。描いてて。人の躍動がすごいリアルというか。そう。戦闘のアクションとかも結構細かいじゃん、うん。何がどう行われてどうなってるかが分かるような感じで。うん、気持ちいいんやけどね。
ある種、なんやろう、ちょっと僕は、ボロスモンドに似た感じを受けましたけどね、最後の方とか。ああ、ただ淡々とこう。お話し方のあれにはちょっと似てるかもしれないね。ある勢力 VS ある勢力の戦いをただひたすら描くっていう。あれも、だってもうね、完全に何やったっけ、大官の名前。ボルフラムですかね。ボルフラムか。ボルフラム漫画やったから、あれが終わった後はもう、単純に後の説明でしかなかった、ね。そうそう。だから、ほんまなんていうかな、この、本当の意味での戦争っていうところに関しては、うん、ドラマティックさなんかないよみたいな。うん、思ったら単に事実がそこにあるだけですみたいな感じで、死ぬ人は死ぬし、生き残る人は生き残りますみたいな感じの、うん、本当淡々とした淡白さがあって、なんかそれに通じるものがあるな。頑張ったから出て勝てるわけでもないし。なんか確かに。なんか最終、このストラバガンタの最終巻でもさ、うん、巨人族が初めて出てきた時って、うん、めっちゃ強いやんって思ってんやんか、なんか。一撃で運ば粉砕する人が戻ったけど、いざ戦争になったら結構細かい奴らに首とか締められて死ぬじゃないですか。そうなんか。アキレス腱切られたりとかして、ね。そうそう。結構そこがリアルで怖っと思って。そうそうそう。でしかも死んだ後に死体を運んでなんか川渡る橋代わりでされてたでしょ。そうそうそう。うわ、めっちゃ怖いと思ってさ、なんか。いい方、いい方つって。そう。そういう意味ではなんかエグくて。なんか妙にリアルやんなって。そう。いい感じやねんけどね。そういう戦記物までは至ってないよね。戦記物まで行こうとすると、架空だとしても、架空のやつだ。架空の戦記って実はさ、どうとでもできちゃうじゃん。まあね、都合よく展開できますからね。だから、盛り上げるのも、まあ、どうとでもできる反面、すごいリアリティも出すの難しいんじゃないかなって僕は思ってて、そこら辺が上手かったのが、広告の守護者とか、うんうん、あれ原作があったからっていうのもあるけど、あの話のは漫画で読んだ時にすっげえ面白かった、戦い方そのものとか、うん、それこそあれ結果負けてるんで、負けて自分たちの部隊以外全滅してるのを、しかも後から聞かされるっていう、うん、本当に無駄に戦ったっていうのを後から聞かされるっていう、ひどい終わり方、話だけ撮ったらひどいんやけど、話の流れとか漫画的な表現とかすげえ面白いんで、ああいう書き方やったらいいねんけど、ちょっとそういう意味ではこっちとか、その、狼の口とかは淡白なのよね。そう、本当だ、事実書いてます、みたいな感じで。なんか雰囲気持って出てきた、ね、部下が頑張るんかと思ったら意外とすぐ死ぬとか。そう。本当の重要なやつはまあ生き残ってるけど、割と脇固めたやつは割とサクッとやられたりする。まあ話としてはね、そこら辺はしゃあないかなと思うけど。あとその黒幕のゴルモアでしたっけね。うん。あいつの最後の死に様もめっちゃ淡白なんですよね。あれな。うん。なんか逃げろっつって足切られて逃げれなくさせられて、うん。なんか、普通になんか、サクッと刺されて死ぬっていう。ご苦労っつって。案内ご苦労っつってね。もうこの本当、この敵の総大将の理不尽さ加減がもう、本当半端だよね、うん。純粋暴力みたいな感じ。もうそうなんですよね。ちょっと怖い。これは怖いなと思ったね。そう。もう、ね、一緒に笑ってたかと思ったらいきなり殺しにかかってくるから、うん、仲間だろうが、敵だろう。ほんまなんか、ヤンキーにおりそうや、こんなやつ。なあ、怖いわ。しかも、尋常じゃなくないくらい強いっていうのが、うん。また、感じ悪いわ、なんか。こいつ一人倒すのに何人死んでんねんって感じやからな。うん。でも、こいつとビビアンの戦いとか、やっぱ、今見返しても面白いんだよな。うん、いろいろ戦い方とか。普通に腹殴られて、なんか息がとか言って、鎧外せとか言うのもなんか、そうそうそう。細かいところがなんか。そう、鎧がへっこんでしまってっていうね、この感じとか。いや、終わったやったらちょっともったいないな、やっぱりな。その番外編でどうなるのか。そっか、七巻が番外編の話なのか、それとも、その後も続くのか。うん、続くと続いたで、ちょっと、さっきも言った打足感っていう意味に、なんか、素直に続いてほしいって言えない感じが、なきにしもあるって。まあでも、この世界観の全貌が重ねてるわけじゃないしな。そうなの。だから、やりようはいくらでもあるんだよね。種族とか含めね。話の広が。なんか、結構、描写自体はすごい、
細かく、その世界観のありようと、世界観というかその種族の暮らしようとかは描いてるから、うん、もうちょっとこの人のこのファンタジー世界見てたいのになって思うんだけど、うん、そういう意味で、どう、まあ、番外編がどうなるのかわからんけど、もうちょい続けてほしいなと思うんだけどな、うん。なかなかね、人には進めにくくてね、この漫画。まあまあ、わかりやすい、なんか、カタルシスはないですね。そうそう。あとは、普通に、おっぱいボロンとかと、セクシャルな表現とかが割と多いから。意外とこう、淡々とセクシャルで、淡々とバイオレンスやから。そうそうそう。普通にムチで歌えたりもしてるしね。生々しいというか。これも出だしがさ、仮面の女王、ちょっと、面白いよね、みたいなとこから、うん、なんか一番最初スタートしてるかと思うと、よくここまで話、まとめたな、っていう気がすんねんけど。なんか別の読み切りか短編かで、この仮面女王みたいなやつで、なんかこの、鎧のこの口の隙間から、なんか、うん、ステーキを吸い込んで食うみたいな話があったのね。うん、それなんかの、何話かに載ってなかったっけ、どっかに。なんかあった。そういう細かいギャグとかが。そうそうそう。そういうのがあったのから考えると、結構、普通のファンタジーの、でっかい話までまとめたなと思ったんだけど、うん、ちょっと もったいないな終わっちゃったんだとしてもったいないなそうですね。なんやろ、打ち切りかなって最初思ったら、番外編とか言うから、打ち切りじゃないんやと思う。そうやんなそうやんなだから、どうなるのかちょっと気にはなるところなんだけど。うんもうちょっと、個人的にはもうちょいみたいなそうですね。うん。この人のね、他のやつもね、この人の女の人が気に入ったんなら読むと結構、うん、ハマるっていうかいいと思うんですよね。エロいんすか？エロいというか、別にその直接的なエロというか、あれなんだけど、魅力的な女性がいっぱい出てる感じ。なるほど。あと、やたらのその、なんだろうな、キスのシーンとかが、この人男の人やんな、どう考えても。いやー、そうじゃない。なんかね、若干、線がなんか少女漫画っぽいなって感じもするけど。線というか、感情の置き方みたいなのがちょっと女性っぽい気がする時がたまにあって、でも、あんまり当てにならないけど、俺のこのやつって。前のほら、ウルスムントの時も、うん、これ女性かもしれんって思った。のね、俺、うん、書いてる人。だからそれと同じような感覚なんやけど、くじ、光久さんやったっけ？はいはい。うん、まあ、本当はどっちか全然知らんねんけど、結局裏だったわけでもないんけど。富明人ですか？うん。なんか、一応コミックナタリーにインタビューのページありましたけど、ああ自画像は男の顔ですけどね。ああ、やっぱそうか。じゃあそうなんやろうなぁと思うなぁ。なんとなく女性の描き方とか、湯葉とかの感情とか含めて、なんか女の人っぽいかなぁとかも勝手に思ってたね。インタビューで描こうと思ったのは、描こうと思ったのは谷仮面って書いてますよ。そっちか。そこから引っ張ってきてるんですね。なるほどね。そうですか。いや、まぁ、ちょっと番外、まぁ、まぁ、僕はこれ全部集めてるんで、うん、完結までちゃんと終えますよ。番外編で終わろうが、続こうが。ジェントルエロスっていうジャンルにされてますね。なんじゃそれ。なんじゃそれ。ジェントルエロスって何やねん。ジェントルエロス。どういう意味やねん。だって結構エロシーンの大部分にペッペロメってなんか、スリのやつが絡んでるけど、あれ別にジェントルでも何もないから。ただのエロジジイやから。お前、エロページの、エロアクション、エロアクシデント起こす係でしょみたいな立ち位置やからエロ担当、ジジイエロ担当やから。そう。何気に最後に生き残ってるあたりがいい感じやけど。まあまあ、ストラバガンザ、うん。そうですね。ちょっと、もうちょい。追ってみますよ、僕は。なるほどね。はい。まあ、興味があったら読んでいただける、はいはい。絵が好きなら別の作品も読んでいただけるといいんじゃないかなと思いますけど。はい。はい、そんなわけで、終わりましょう。はい。お送りしたのは沢田信也と。はい、中野浦でした。それでは皆さんまた次回さよなら。はい、さよなら。